西名荘は、信濃国安住郡にあった荘園。安住郡の豪族西名氏は、伊勢神宮医療の西名ミクリアのクリア氏と新薬を禁止する一方、自らも開発領主として西名荘を開発した。北は、佐野坂峠を境に戦国荘と接し、南は、西名ミクリアや薮原ミクリアと接する。鎌倉時代、西名森とは、 紀の国熊の権限より若い地王子神社を誕生し、西那荘の鎮守とした。上級の乱において森堂は、後鳥羽上広報として、北陸道に派遣され、越中で廃止し、所領は一旦幕府に没収するところとなり、改めて、御堀川天皇の父、森貞親王に奉献されたが、親王はこれを王女指揮官門院に譲り、門院はさらに、 ご堀川天皇の第一王女、室町院に伝領された。秋吉門院五両目録加減4年6月12日上に、室町院寮の一つとして、篠西名昌親王分支援とある。その医療が大覚寺島と寺明院島の和議により、切班され、当初は大覚寺島に伝領された。西名市は、館の内から、天正時間に館を遷移し、 現在の大町市街地の原型となる市場町が形成された。室町時代の干渉5年の万寿前寺木に不治業の荘園として新州西名章があり、万寿寺寮に変わっているが、すでに有名無実化し、年貢の共振は困難であった。戦国時代までには解体され、武田流西名市の所領となり、当初からも城下諏訪大社の造営役を担っている。 大町獅子、P254 大町獅子、P255 大町獅子、P253。ありがとうございます。